ラジオネーム、カオルさんからのお便りです<う>お。ついに待ちに待ったアニメが始まりますね。放送が近づくにつれて、うん、キャストの方々のコメントや、番組 PV の発表などがあり、うん、今はワクワクする気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。 先日初めて京都に行った際に伏見なり訪れ、うん、たくさんの鳥居と、積み切った山の空気に心が包まれました。うん、<う>あれね、すごい住んでるんですよね、空気<ー>、うん。稲荷ちゃんの恋と不思議な神様たちが京都を舞台に一体どんな物語を作るのかが楽しみです。そしてゲストの岡本さん、ぜひ、孝二君の見どころをお願いいたします。とのことです。なるほど。孝二君の見どころ。うん。うーん やっぱなんでしょう、うん、すごい心が優しくて、うん、その気持ちがまっすぐなところ、すぐピュアかな、ピュアうん、もういろいろね、僕もねうん、うん、大人になっていくにつれて、いろいろあるやん、うんうん、汚れてい <laughs> <laughs> と年を差って、どれぐらい。そう、もう、だからね、そこもね、はい、だから、こう、今回、すごくね、僕の中で、不安だらけだったんですよ。うんうん、本当ですか。その、だって、中学生ですよ。中学生ですね。もう何十年前なんですか。何千年と。どうしようって。<laughs> ううっていやー、私も、何年前やろう。中学二年生って、十三、十四歳ですよね。うんうん、ちょうど十年前です。 あまだ10年前か。はい。まだいや、だから、だから、まだ思い出せるっていうかさ。そうですね。中学校の記憶新しいですけれども。でしょ、うん、丹波橋くん、岡本さんにちょっと似てるかな。似てる思うんですけど。え、どの辺がなんか、爽やかな感じ。下ネタとか言わなさそうな感じ。下ネタ言わない感じ。女の子の前では下ネタを言わない感じがします。うん、どうかなおやおやおや私が知らない部分が今、ちらっと見え隠れしました。<laughs> そっか。はい。 まあ、じゃあ大空さんから見たらな,、うん、な,なんとなくちょっと似てる、うんまあ、イメージですけどね。うん、あくまでイメージね。イメージです。あっでもなんかそのね稲荷 <laughs>、はい、っていうのは僕もなんか大空さんやってるの見てもうまんまやなって思って。はい <laughs> あの第1回からさあのアフレコを見てで稲荷ってもうすごい感情がコロ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 変わるやんかすごいですねそうで僕はその出番がない時はそのマイク歌ってるその背中しか見えへんけどでもなんか横側からさ音響監督がさその大空さんが演じてる顔を見てる見えるからさなんかそれ言ってたのがなんかもう変顔すごいよみたいなそれ言ってて。 ああ、すごい、だから、ね、役作りっていうか、演じてる時ももう、まんま、いなりなんやなと思って。なんか、同じ顔してしまいません <laughs> 同じ顔。変顔してたら、うーんってこう、まあまあね、気持ちがね、入るとね。うん、顔がうるさい感じになります。ねうん、なんか、叩いたりとか、するところも全部なんか手とかパーって出ちゃいます。私。やってるよね。やっちゃいよね。アクション。